皆さんこんにちは。核融合の先生チャンネルへようこそ。人類の夢のエネルギーとも言われ、世界中で開発が加速している核融合の技術。第1回目の今日は、核融合ってそもそも何？という疑問にお答えする解説をしていきたいと思います。核融合について知る前に、まず原子や原子核のことを思い出す必要があるので、原子や原子核のおさらいから始めましょう。私たちの身の回りにあるすべてのもの、そして私たち自身も原子というとても小さな粒の集まりでできています。原子はおよそ120種類ほどが見つかっており、それらの組み合わせで全てのものができているということになります。一つの原子はこの図のように陽子、中性子、電子の組み合わせでできています。原子の構造はその中心に陽子と中性子が集まっている部分があり、これを原子核と言います。この原子核の周りに電子がいる構造になっています。この陽子、中性子、電子の組み合わせが変わると原子の種類も変わります。原子の種類とは、皆さんが中学校で習った水、平、リ、ベの違いのことです。この図にあるように、水、平、リ、ベのうち、水は水素、平はヘリウム、リはリチウム、ベはベリリウムという原子の種類のことです。そして原子核にある陽子の数の違いだけで原子の種類が変わります。陽子が赤色で描かれているこの図で、水素という種類の原子は原子核に陽子が1個ある原子、ヘリウムという種類の原子は原子核に陽子が2個ある原子、リチウムという種類の原子は原子核に陽子が3個ある原子、ベリリウムという種類の原子は原子核に陽子が4個ある原子になります。次に中性子のお話をします。緑色で描いた粒のお話です。この世界には赤色の陽子の数が同じでも、緑色の中性子の数が違う原子がたくさん存在します。先ほどもお話ししたように、原子の種類は赤色の陽子の数で決まるので、中性子の数が変わっても原子の種類は変わりません。が、少し違う性質を持つ仲間の原子になります。例えば、水素という種類の原子の場合、原子核に陽子は1個と決まっていますが、中性子については0個、1個、2個ある仲間たちがいます。地球上には水素の中でも中性子0個の水素がほとんどで、少しだけ中性子1個の水素がいて、中性子2個の水素はほとんどいません。陽子1個、中性子0個の水素はそのまま水素と呼ばれます。一方、陽子1個、中性子1個の水素は重水素と呼ばれます。そして陽子1個、中性子2個の水素は三重水素と呼ばれます。三重水素はトリチウムともよく呼ばれます。どれも水素の仲間です。
そろそろ本題の核融合に入っていきましょう。核融合とは、原子核と原子核がぶつかりくっついて別の原子核ができることです。先ほど出てきた重水素と三重水素の核融合の例が説明しやすいので、この例をもとに具体的に説明していきたいと思います。赤色の陽子1個、緑色の中性子1個の重水素の原子と、陽子1個、中性子2個の三重水素の原子が核融合をすると、陽子が2個、中性子が2個の原子核ができます。このできた原子核は、先ほど出てきたヘリウムの原子核です。また、この核融合の時、中性子1個も出ます。つまり、重水素と三重水素が核融合をすると、ヘリウム原子1個と中性子1個になるのです。実は核融合をするときに莫大なエネルギーが生じることが分かっています。どのくらいのエネルギーが出るかというと、1グラムの水素が核融合するとき、8トンの石油が燃えるときと同じくらいのエネルギーが発生します。1グラムは1円玉と同じ重さで、8トンの石油はタンクローリー車1台に積まれる量ですから、少ない量でたくさんのエネルギーが核融合から出ることがわかりますね。核融合は地球上の自然界では起きていません。核融合は地球上では複雑な条件や環境を研究施設などで整えないと起こらないのです。一方で地球上ではなく宇宙に目を向けると核融合を簡単に見つけることができます。それは太陽です。太陽はずっと輝き続けていますが、なぜ宇宙の酸素がないところで輝き続けることができるのかと子供の頃にでも思った方はいないでしょうか。その答えが核融合エネルギーなのです。太陽の大きさは地球の約109倍、重さは地球のなんと約33万倍。太陽は約75% が水素で、残りの約 25% のほとんどがヘリウムでできています。つまり太陽はほぼ水素の塊です。そして星の中心部で核融合を起こしているのです。なお太陽の中で起きている核融合は水素同士の核融合ですが、先ほど説明した重水素と三重水素の核融合ではなく、少し異なる複雑な過程の核融合が起こっているので、それだけ注意して覚えていてください。核融合の研究施設などでは、地球上で核融合を起こして電気を作るエネルギーにしようという実験が行われています。つまり核融合発電です。ただとても大きな装置が必要なので、世界でも限られた研究施設でしかやっていません。世界の核融合研究施設で研究されているのは主に先ほど説明した重水素と三重水素の核融合についてですが、それ以外の原子を使った核融合も研究されています。2023年現在はまだ
世界で一つも核融合発電所はありません。ですが、日本を含め様々な先進国でそれを実現しようとする研究が行われています。今回の動画はここまでです。核融合についてこれからももっといろいろなことを紹介していきますので、応援よろしくお願いします。